こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。日、いずるところの天使。この書き出しから始まる手紙は知ってるだろ。あ、有名な手紙ね。続きを言えるか？確か、正、日、没するところの天使にいたす。筒がなき屋でしょ。おう、よくできたな。ところで誰が書いた手紙か知っているか？もちろんよ。聖徳太子が隋の煬帝に書いて怒らせたって習ったわ。本当にそうか？どういうこと？そもそも聖徳太子って本当にいたのか？確かに、そんな話を聞いたことがあるような。昔の1万円札の像は聖徳太子だったが、あれは聖徳太子ではないとされているんだぜ。教科書から姿を消したとも聞くし、なんだか自信がなくなってきたわ。よし、今回は、その有名な手紙が記載されている随書について解説するぞ。これまで解説してもらった、義士は神殿や草書は国殿に続く話ね。そうだ。これらをよく読めば、和国の真実が見えてくるんだぜ。早く聞きたいわ。よし、それじゃあ早速。ゆっくりしていってね。随書は、中国唐の学者、顔子らにより編纂され、656年に完成した。和国に関する記述は、列伝第46条唐位の中にある。656年と言ったら、日本は飛鳥時代ね。随書は国伝と呼ばれているが、実は、原文には、和国との記載はない。どういうこと？和国ではなく、すべて大国となっている。しかしながら、通常は和国の書き誤りとされている。どこかで聞いた話ね。そうだ。義士は神殿における邪馬国から邪馬台国への安易な原文改定があったな。それも書き写しの際の書き誤りということになっている。随書大国伝の場合も、全く同様のことが起こっているということね。ここでは、原文通り、随書大国伝とするぜ。大国とは何なの？大国のことだと考えられる。大国って何？元は、異国であり、それが時代を経た偽証として、大国となったと考えられる。つまり、異国、大国、大国というわけだ。なんだかわかりにくいんですけど。以前、解説したように、邪馬国の異国イコール異国だから。これを加えると、異国イコール異国、異国、大国、大国となる。ふむふむ。そして、この大国が、邪馬台国の大国と共通していることに注目だ。これが卑弥呼の上国と関係あるなんて、なんだか不思議ね。こんなことって古代中国文字ではよくあるのかしら。このあたりは、これまでの動画で解説しているので、詳細は、概要欄にリンクを貼っておくから見てほしいんだぜ。この動画ね、よろしくお願いします。ところで、なんでわざわざ、大なんて、見慣れない字を使っているの？それについては、中国古代文字の研究者で大阪教育大学准教授の姜理氏が、和人についてという論文の中で、興味深いことを述べている。どんなことを言ってるの？大もまた、一方で大の音を表しながら、女を字中に含ませることにより、卑弥呼の上国を彷彿とさせる意味を含ませた語であると思われる。確かに、大の字の中に、女という字が入ってるわ。これについては、このような習字法は、古代中国では古くより多く行われていると述べているな。面白い説ね。なかなか説得力があるわ。では、読み始めるぞ。大国は、百済、新羅の東南方、海路陸路で3000里のところにある。大海の中の山の多い島に住んでいる。三国の義の時代に、通訳を伴い中国に入庁した。30余国あって、それぞれの主張は皆王と名乗っていた。里数を測ることを知らず、距離を測るには、日数で数える。卑弥呼の時代に、義に長考した話ね。当時の和人は、距離の概念がなく、日数で測ったということだったわよね。国の境界は、東西は5ヶ月皇帝、南北は3ヶ月皇帝で、それぞれ海に至る。大国の領域のことね。前の草書は国伝の動画で、東方では盲人の55カ国を征服し、海を渡っては北の95カ国を平定したとあったけど、これと関係あるかしら？おう、よく覚えているな。おそらくその中の周囲の66カ国に当たると思われるぜ。なるほど、大体合っているわ。さらに続けると地形は、東の方は高地で西が低いとある。東が高くて西が低いってあるけど、どういうこと？これは二通り解釈できる。東には日本アルプス、富士山があるだろ。だから東が高いと表現したという解釈だ。もう一つの解釈は？大国の都のことを説明しているとも解釈できる。具体的にはどこ？当時の都は、筑後地方にあったと考えられるんだ。なるほど、東は阿蘇山があるから、高くなってるわよね。
続けて邪馬台に都を置いている。これが義史に書かれているところの邪馬台である。とある？邪馬台と邪馬台って字が違うけど、なんでかしら？調理師は、台の字はうず高い丘の意味だから、大地の上に位置した国であることを示したと考えられると述べている。なるほど。昔から落楼軍の境界や大砲軍地から1万2000里離れていて、海景軍の東方にあたり、丹字に近いと言われている。義史は神殿にも出てきた話ね。五冠の皇武帝の時に、使者を派遣して中国に入庁し、使者は大夫と自称していた。安定の時にも使者を派遣して長江し、大那国と言った。五冠所にあった話ね。五冠所では、伊那国だったわ。その通りだ。金印には、漢の伊那国王と刻印してあったよな。そうそう、通説は漢の和の名の国王だけど。これも前の動画で解説しているから見ておいてほしい。この動画ね。その伊那国が、大那国と記載されているということになるぜ。なるほど、辻褄は合ってるわ。続けるぞ。漢帝、霊帝の頃には、この国に戦乱が起こり、次々と攻め合って、何年もの間、国全体の王が定まらなかった。一人の女子がいて、名を卑弥呼と言い、神霊に通じた巫女で、人々を振幅させていた。そこで人々は、皆で卑弥呼を王として立てた。卑弥呼の話ね。五冠所にも出てきたわ。卑弥呼には弟がいて、卑弥呼を補佐して国を治めていた。卑弥呼には侍女が千人もいたが、卑弥呼の顔を見たことのある者は稀であった。ただ男が一人だけ、卑弥呼に食事を運び、外からの言葉を伝える役を務めていた。これも同じく五冠所と同じね。卑弥呼の神秘性が伝わってくる描写だわ。次が重要だ。三国の時代の魏から南北朝の政、梁の時代に至るまで、代々中国と交渉があった。何が重要なの？三国の魏の時代といえば、邪馬台国の時代だ。そこから中国では南北朝の時代に入り、政、梁と王朝が続き、最終的に隋が統一した。ふむふむ、それで、その代々の中国の王朝に対して、邪馬台国の時代から、大国に至るまで、一貫して同じ王朝が長江していることを示していることになる。あ、そうか。だから大国は、邪馬台国から続く同じ系統の王朝ということになるのね。隋の文帝の開港20年。大王で、姓は尼、字は渡志鉾。アホ君と号している者が、隋の都大港に使者を派遣してきた。いよいよ遣隋使の話ね。聖徳太子の登場。ちょっと待て、そう早とちりするな。どういうこと？どこにも聖徳太子とは書いてないぞ。姓は尼、字は渡志鉾、アホ君と号している者と書いてあるんだぜ。でも教科書で、聖徳太子が遣隋使を派遣したって習ったけど。では分析してみよう。聖徳太子の本名を知ってるか？古事記では、上津宮の馬屋との豊臣美濃命とされているわ。どこに尼、字は渡志鉾、アホ君とあるんだ？確かに全く一致してないわ。じゃあ、推古天皇は？この後の文章で、渡志鉾は妻子がいると書いてあり、男の王であることがわかり、合致しない。じゃあ、誰のことかしら？次を読みながら考えるぞ。文帝は、担当の役人に大国の風俗を尋ねさせた。使者はこう言った。大王は、天を兄とし、太陽を弟としている。夜がまだ明けないうちに、正殿に出て政治を行い、その間、油をかいて座っている。太陽が出るとそこで政務を取ることをやめ、あとは自分の弟、太陽に任せようという。天を兄とし、太陽を弟とするって、どういうこと？よくわからないというのが通説だ。しかしながらどこかで見た文章だと思わないか？どこかしら？義史は神殿だ。卑弥呼には弟がいて、卑弥呼を補佐して国を治めていた。卑弥呼には侍女が千人もいたが、卑弥呼の顔を見たことのある者は稀であった。ただ男が一人だけ、卑弥呼に食事を運び、外からの言葉を伝える役を務めていた。とあっただろ。なるほど。女王の卑弥呼は祭祀政治を司り、弟が実務を取り仕切ったということね。いわゆる兄弟統治だ。ところで、尼ってどういうこと？尼は、尼族ということだろう。渡志鉾は？意味は不明だ。通説では、穂は、日の間違いとして、渡志鉾としている。ここでは原文通り、渡志鉾と呼ぶぜ。確かに原文は、渡志鉾と記載してるわ。続けるぞ。高祖文帝は、それは、甚だ道理のないことだと言って、大国を諭してこれを改めさせた。あら、随分と強引なことを言ったものね。おそらく中国には例がないから、そう言ったのだろうな。大国王の妻は、君と号している。王の後宮には、女が6、700人いる。大使は名より神たふり。
城郭はない。君って、君のことかしら。聖徳太子の奥さんにいたの？いや、そんな記録は残っていない。さらに王の後宮には、女が6、700人いるというのは多くのようなものだろうが、そのようなものを聖徳太子が持っていたという記録もないぜ。聖徳太子が多くを持っていたとしたら、成人のイメージが崩れちゃうわ。リカミタフリという太子がいたという記録もない。何から何まで、日本書紀などの記録と合ってないじゃない。となると、タリシホコは誰になるの？そもそもこの600年の遣隋使の記録は、日本書紀には記載されていないんだぜ。え、そうなの？つまり、この600年の遣隋使は、大和王権が派遣したものではないということになる。となると？大国が、邪馬台国から続き、和の豪の王朝と同じ系統であるなら、北部九州にあった王朝、すなわち九州王朝ということになる。つまり、タリシホコは九州王朝の王ということだ。さっき、アマはアマ族のことではないか、っていう話があったわ。そうなるとタリシホコもアマ族ってことになるわね。続けるぞ。中央間の異界22等級がある。一応大徳といい、次は聖徳、次は大仁。次は大来、次は将来、次は大地。次は承知、次は最新、次は昇進といい、人員に定数はない。有名な漢字12回ね。歴史の授業で出てきたわ。でもこんな順番だったかしら？いいところに気づいたな。聖徳太子が定めたとされる漢字12回は、大徳、聖徳、大仁。聖仁、大来、将来。大臣、昇進、大義。将義、大一、承知だ。随所の順番は、神、神、義、霊、地、神という儒教の配列に合っている。なんで聖徳太子の漢字12回と合ってないの？よくわかっていない。聖徳太子の思想が反映したとの説もある。しかしながら、もっと別の見方もあるぜ。なになに？随所の異界は、大国のものであり、漢字12回は、畿内大和王権のものだという説だ。それはびっくり、でもそう考えると、確かに理解しやすいわ。ここから風俗などの描写が続くが、それは省略する。阿蘇山という山がある。突然噴火し、その火が天にも届かんばかりとなる。人々はこれを異変だとして、そのために祈祷祭祀を行う。如意宝珠という玉がある。その色は青で、大きな鶏卵ほどもあり、夜には光を発する。和人は魚眼星と言っている。阿蘇山の話ね。昔から噴火していたのがわかるわ。さぞかし怖かったことでしょうね。如意宝珠という玉って何？一切の願いが自分の意のごとく叶うという不思議な宝の玉の意。という仏教の言葉だが、よくわかっていない。なるほど。ところで不思議に思わないか？何が？なんで阿蘇山がそんなに信仰されたんだ？大きな山だし、噴火もするからかしら？それもそうだが、畿内を中心に考えれば、他の山でもいいとは思わないか？例えば富士山の方がふさわしいわ。ここからわかることは、大国は九州にあったと考えるのが自然だろう。確かにそうね。白木、くだらでは、和国を大国で珍しいものが多い国と考えて、両国とも和国を貸し込み、敬い、常に施設を行き来させている。白木、くだらとはいい関係だったということがわかるわね。隋の煬帝の大亮3年。大国の王のタリシホコが、使者を派遣して調降してきた。その使者が言うには、大海の西方にいる菩薩のような天使は、重ねて仏教を交流させていると聞きました。それゆえに使者を派遣して天使に礼拝をさせ、同時に僧侶数十人を引き連れて仏教を学ばせたいと思ったのです。いよいよ例の手紙の話ね。楽しみだわ。そして和国の国書には、こう書いてあった。太陽が昇る東方の国の天使が、太陽の沈む西方の国の天使に書信を差し上げる。無事でお変わりはないか。煬帝は、この国書を見て不機嫌になり、黄露帝にこう言った。万位からの手紙のくせに、礼儀をわきまえておらぬ。二度と奏上させることのないように。聖徳太子が出した国書と習ったわ。日本のことを太陽が昇る国、隋のことを太陽が沈む国と書いたのが、気に障ったということよね。いや、必ずしもそうとは言えない。どういうこと？太陽が昇る国、太陽が沈む国というのは、単に方角のことを言っているに過ぎない。じゃあ、なんで煬帝はそんなに不機嫌になったの？むしろ、自分のことを天使と名乗ったのが気に障ったんだと。ますますわからなくなってきたわ。それは、当時の中国の情勢を見ればわかる。邪馬台国の卑弥呼が交流したのは、三国志時代だっただろ？その義から禅譲されてできた国が清津で。清津が滅ぼされた後、建国された国が、東晋だ。その後、宋、清、梁、晋と続く。
邪馬台国の後、和の豪雨の時代などを通じて交流したのは、すべてこの系統の国々という話だったわね。その通りだ。この系統の王朝を、南朝と呼ぶ。一方、西秦が滅ぼされた後、北部については、五胡十六国の、戦乱の時代に突入する。五胡とは、郷土、鮮卑、血、帝、郷の、五つの北方民族を指す。これらを北魏が統一し、南北朝時代となる。南北朝時代って、中国にもあったのね。北魏が534年に滅亡し、東魏と西魏に分裂した。その後、東魏が北西に、西魏が北州に変わる。この系統を、北方民族出身であることから、北朝という。そして、南朝と北朝を統一したのが、北州の流れを組む隋の要件だ。隋は北朝系ということになるのね。つまり、邪馬台国以来、和国が標準の意を示してきた南朝が倒され、北方民族系の北朝にとって変わられた、ということになる。ここで、当時の和国は、どう考えたと思うか？長いものには巻かれろで、北朝にすり寄ったのかしら？いや、そうではなかった。あくまで自分は、南朝を引き継ぐ和国の王という態度を取ったんだ。そうか、だから、自分のことを天使と名乗ったのね。それに対して、煬帝が不機嫌になるのも当然だろう。天使は自分であり、それ以外に天使はいないはずだからだ。なるほど。それにしても、隋の煬帝に対して、天使と名乗るとは、大した度胸ね。かっこいいわ。続きだ。翌、大応4年、煬帝は、文林楼、廃政政を使者として、大国に派遣した。廃政政は、まず百済に渡り、築唐に至った。今度は、隋が日本に使者を使わしたのね。築唐ってどこかしら？次の文章に丹羅国とあり、チェジュ島のことであるから、その途中の島だろうな。ふむふむ。南方に丹羅国を遠望しながら、遥かな大海の中にある対馬国にいたり、そこからまた東に航海して壱岐国に着き、さらに筑紫国にいたり、また東に行って、秦王国に至る。秦王国の人々は中国人と同じである。それでそこが異州と思われるが、はっきりしない。対馬、壱岐と船で渡り、筑紫、つまり博多湾に着くということね。東にある秦王国って何？それが謎とされている。筑紫の東だから、豊前あたりとも考えられる。秦王国には、中国人と同じ人が住んでいたということ？確かに豊前あたりは、渡来系の人々が多く住んでいたことが、後の時代の戸籍からもわかっている。旗宇治の国とも取れるな。異州ってどこ？台湾のことともされるが、はっきりしない。また、重要国を過ぎて海岸に達する。筑紫国から東の諸国は皆大国に属している。海岸って、どこのことかしら？通説では、船に乗って大阪の難波の港に到着して、それから奈良の都に行ったとされてたような。おう、さすがだ。しかしそれはどうかな？え、違うの？日本書紀にそう書いてあったと思うわ。まず、海岸に達する、という表現だが、普通はどういう時に使うと思うか？陸地を海に向かって進んでいって、海岸に出た時に使うと思うけど。そうだろ。大阪に行くには船で瀬戸内海を通過して、最終的に浪速の港に到着しなければならない。海岸に達すると表記するのとは違うぜ。なるほど。それに瀬戸内海を通過したのなら、かなりの長い旅になる。途中の様子が描かれていてもいいはずだが、それも一切ない。当時、一大勢力であった吉備の国についても何ら触れていないのも不自然だ。確かにそうね。でもそうなら、どう解釈すればいいの？二つの解釈が可能だ。一つは、実際に行った工程を指しているというもの。もう一つは、実際に行ったのではなく、あくまで地理情報として記載したというものだ。実際に行ったとしたら、どこになるの？北部九州のどこかだろう。九州の筑後地方か、あるいは東側の海岸という可能性もある。二つ目の地理情報ってどういうこと？一行が実際に行ったということではなく、行けば海岸に達するという情報を報告したという解釈だ。いずれにしろ九州内ということになる。続きだ。大国王は、聖徳、阿呆大を数百人の友揃いで派遣して、武装した兵隊を整列させ、太鼓、角笛を鳴らして随時廃政政を迎えさせた。と語って、また大霊、片比を派遣し、200余騎を従えて、都の郊外まで出迎えさせた。さぞかし盛大できらびやかな儀式だったことでしょうね。大国の都に到着すると、大国王は、廃政政と会見して大いに喜んでいた。海を渡った西方に、大隋国という礼儀の整った国があると、私は聞いていた。そこで使者を使わして貢ぎ物を持って入庁させた。
私は野蛮人であり、大海の一隅に住んでいて、礼儀を知らない。そのために、今まで国内に泊まっていて、すぐには会えなかった。今、特に道を清め、館を飾って敗退しを待っていた。どうか、大隋国の新たな強化の方法を聞かせてほしい。大国王、すなわちタリシホコは、随分とへり下ってお迎えしたのね。前の年の国書で容態を不機嫌にさせたから、慎重になったのかしら？そうかもしれないな。大国の都ってどこかしら？これまでの記載から。地形は、東の方は高地で、西が低い。阿蘇山の近くである。海岸に近いことがわかる。さらに今回は割愛したが、川や湖が多く、陸地は少ない。迂回をやっているとも記載してある。となると、具体的にはどこ？筑後地方ではないかと考えられる。条件には合ってるけど、邪馬台国の都は博多湾岸にあったという話とはどういう関係なの？確かに卑弥呼の時代の都は博多湾岸にあった。ところがその後、東アジア情勢が緊迫化して、筑後地方に移ったと考えられる。確かに筑後地方の方が、朝鮮半島側から攻められた時安心だわ。はい、正々が答えていった。皇帝の徳の明らかなることは火、月と並び、その雲卓は視界に流れを読んでいる。隋もまた随分と尊大なことを言うのね。そこで廃聖聖を案内して館に入らせた。その夜、廃聖聖は人をやって、大国の王にこう言わせた。隋朝から託された命令は、すでに伝達した。どうかすぐに出発の準備をしてほしい。そこで、大国は宴会を開いて供応し、廃聖聖を送り返した。また、大国の使者を廃聖聖に随行させて、隋朝に土地の産物を奉納させた。この後、往来は絶えてしまった。ところで日本書紀にも似たような記載があったはずよ。となると、場所は畿内ということにならないの？検証してみるぞ。日本書紀では16年夏4月、小野の妹子は諸越から帰郷した。諸越の国では妹子を海と名付けて、祖院公と呼んだ。諸越の使い廃聖聖としもべ12人が、妹子に従って筑紫に着いた。なにわの岸尾なりを使わして、諸越のマロード廃聖聖らを召された。大東の客のために新しい館を難波の駒の室積の近くに作った。小野の妹子の登場ね。歴史の授業で習った時、小野の妹子って女の人だと思ってたわ。6月15日、マロードたちは難波の津に泊まった。この日、飾り船、30艘で、マロードを江口に迎えて新館に入らせた。中富の宮どころの村地をマロ。大志高地の値荒て、船の不備と王兵を接待係とした。この後手紙を下ら人に盗まれた、という話があったわね。よく知ってるな。それを説明すると、話が脱線するからここでは割愛する。秋8月3日、遠野マロードは都に入った。この日、飾り馬75匹を使わして、つば市の路上に迎えた。ぬかたべの村地ひらふが挨拶の言葉を述べた。随所の様子と似ているようだけど。いや、一つ一つ見ると、全く合致してない。例えば？日付が合わない。4月に筑紫に着いたとあり、それから2ヶ月も経って機内の何わずに到着している。そこからさらに1ヶ月半の後に都に到着している。一方の随所は、一行を迎えて10日で都に迎えているものね。歓迎の様子も、全然違うわ。登場人物も違う。小野の妹子は随所には出てこない。港に着いた時の責任者の名前も、随所はアホ大だけど、日本書紀は別の名前だ。都での歓迎式典の様子も違う。出迎えた人物も随所では片日だけど、日本書紀ではぬかたべの村地ひらふになっている。馬の数も全く違うぞ。そうなると日本書紀の記述は何なの？おそらく筑紫の大国に来た隋の使者に、その足で機内まで来てもらったということだろう。当時は、大国が日本の中心だったから、機内訪問のことは随所に記載しなかったということかしら。ここまで聞いて、どう思ったか？今までの常識がぶっ飛んだ気がするわ。随所に出てくる、日、いずるところの天使が、九州王朝の王だなんて。煬帝に手紙を出したのは、聖徳太子だと思い込んでいたから。でもこれだけ随所と日本書紀に食い違いがあると、そう考えるしかないんだ。詳細は、青松光成氏の著書。図でわかりやすく解き明かす日本古代史の謎通、その後の邪馬台国から日本国誕生の秘密まで。を参照してほしい。読んでみたわ。歴代の中国史書を順番に解説しているので、わかりやすかった。概要欄にリンクを貼ってあるので、興味のある方は読んでみてほしいんだぜ。おすすめです。さてここからだが、中国は唐の時代になる。唐を書いた史食唐女があり、これがまた面白い。和国が日本国に併合されたという話が出てくるんだぜ。その話、早く聞きたいわ。
それは次回の動画で解説する。それまで待っていてほしい。楽しみでしょうがないわ。それでは、本日の動画はここまで。動画が面白いと思ったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。